はい、おはようございます。今8時ちょっと前です。二人とも元気に起きています。お天気もいいんですけどね。またまた今日もコロナウイルス対策で家にいようということになっていますが、さあいつまで続くのかね。君たちは逆に嬉しいのかね。そうだね、うん、でもね、うちはそんな変わらないから ね、まあオープンマイクと合唱団がないのね、うん、あ、かわいい。ちょっと延期になるという予定だった仕事がなんか動き出すようなので、今日から少し仕事も始まります。そうなんだ、うん、かわいい。なんかお腹もふふふふ。ポンちゃんもおいで。あれポンちゃんもおいで。ポンちゃん、うん、ポンちゃん、ポンちゃん、あ、なんかポンちゃん、ポンちゃん、おいちゃんくん、ポンちゃん、ちゃんくん、高いね、今日は。はい、一つも雲のない晴れた空です。さあ、今12時15分過ぎたところですね。これから15分後には生配信始まります。ジャン君はこの位置で放送されるかな。だいたい放送直前にどっか移動しちゃうのね、ジャン君はね。ね。
12時半になりました。4月16日猫カフェアスタマニアにはスタートいたします。ちょっとだけ噛んだかな。ひとみさん、パパさん、ママさん、皆様こんにちは。お仕事前にお邪魔します。はい、いらっしゃいませ。今日もね、まあ毎日同じようなことばかりを言いますが、新型コロナの、自粛ということで、お気をつけください。お仕事に行くときもね、なんかやっぱり、ものによる感染っていうのをやっぱり注目していかなきゃいけないようです。昨日、魔王井ママさん買い物に出かけた帰ってからですね、ジ亜鉛素酸水のスプレーを、これでもかというほど、散布したようですが、そんなたくさんじゃなくてもいいんじゃないという話は昨日しました。ということでですね、どのくらいのものをどの程度すると、安全なのか、などなどね、これから少しずつ分かってくるかと思うんですけれども、まあ人から人へ感染するというのに加えて、まあ、人から人っていうのは多分、唾液ですよね。唾液が飛んでということを、言っているんだと思うんですが、それ以外には、そういったものがついた手で触ったもの、それが、感染のルートになってんじゃないかというお話になってきています。ちょっとね、気にしすぎで、精神も、ちょっと疲弊するかなと思いますが、まずは数字がね、落ちるまで、いろいろちょっと苦労はあるかと思うんですが、皆さんも、私たちも僕たち夫婦もですね、協力しようかなと思っていますので頑張りましょう。ということでジャン君の、思い出動画280番目の動画になりますね。あ、ジャン君右行っちゃったね。少しよいしょ、小窓を左に寄せましょうか。こちらの方の動画はですね、頑張るパパシリーズ、10番になるかな。密着するということですね。多分これ顔をくっつけるんでしょうね。いけるかな。はい、こういう動画を見ながら少しずつ、癒されながらですね、生活を少しは楽に、していただければと思います。よいしょ。ジャン君眠そうだね。